共栄ソーラーステーション合同会社発電事業者一覧に書いてあった電話番号03644125077にかけたら、移転のため番号が変わりましたと言われましたので、違うところに変わった番号にかけてみたいと思います。03-4588-6600。パチッと。遠距離グローバルでございます。あ、もしもし。はい、もしもし。あ、すいません。会社何でしたっけ。あ、いや、あの会社にかけたんですけど、電話番号だけ書いてあって、あの会社名が消えてしまったんですよ。しまってて、はい、すいません。こちらの事業、あ、プロジェクトに関してのご連絡でございましたでしょうか。プロジェクトって言いますと、はい、プロジェクトってどういうことですか。エンフィニティグローバルと申しますが、エンフィニティグローバルさん。はい、エンフィニティ。はい。あれ、エンフィニティグローバルさんが、いろんな事業をやってはるんですか。でしたっけ。あの、どちらの事業プロジェクトについてのご連絡でございましたでしょうか。いや、どちらというわけじゃなくて、このここの会社の電話番号ですよって渡されたんですけども。あ、ありがとうございます。はいはいはい、はい、で、エンフィニティグローバルさんに、違う、その前に、あの新しい前の電話番号が、はい、にかけたら移転したって言われまして、はい、あの録音再生されまして、はい、はい、それでこちらにかけたんですけど、前は港区の会社やったと思うんですけども、東京の港区の、オフィスの方ちょっと移転をいたしておりまして。あ、そうですか。今どちらに、はい、行かれたんですかね。担当の者の名前をお分かりでございますでしょうか。あれ、エンフィニ、その今ここにつながってる会社とはまた、はい、あの所在地が違う会社がにつながるんですか、この電話番号は。いえ、あの、申し訳ございません、お名前の方を頂戴してもよろしいでしょうか。福島ですけど。福島様、はい、はい、どちらの者におつなげ申し上げたらよろしいでしょうか。あ、その、代表の名前を言ったら、そのつないで取り継いでもらえるっていうシステムなんですか。あ、申しますか、あの、うん、お問い合わせの内容の方を今ちょっと確定させていただければ、あの、該当するものにおつなげできるかなと今思ったんですが。あ、いや、 その番号だけ、どの会社やったかなと思って確かめようと思って、あの、電話したので、その担当者の名前とかまでは分からなくて。あ、そうですね、はいはい、じゃあどうしたらいい、何かお問い合わせか何かでございましたでしょうか。いや、その確認をしようと思って、そのだから電話番号しか分からなくなったので、その会社、なんていう名前の会社だったかなと思って、そのか、あの、元々の電話番号がね。あ、そのありがとうございましたか。はい、はい、なので、どう、どのようにご説明じゃあ、あの、ここの電話番号は一つの、取材とは一切お断りをしておりましたので、取材何かそのような、あの、ご用件でございますでしょうか。いや、取材はしませんよ、何も。はい、はい、いや、その、あ、まあ、わからないってことですね。じゃあ、そのどこの会社かがわからないってことですね。この番号、電話番号だけではわからないわけですね。プロジェクトの方がございまして、どちらの AAA っていうのがちょっとわからないものですから、申し訳ございません。あ、そうですか、わかりました、すみません、ありがとうございました、はい、ご連絡ありがとうございました、失礼いたします。